はい、ワイキです。サラスバティが中心化したんで、エデンで試しに使っていきたいと思います。どうなんかな、すっげえ、なんか結構食らわしそうのは、チャチャのあれわかりにくい。あ、そっか、ブロックあるんだ、こいつ。うっかりうっかり。あ、剣取って上から出らんか。これはブロックあるか、ブロックあるよね。こいつもブロックある。ある程度の位置に配置できれば。うん、オッケー。強いね、ラウンドフラッシュ。次も真ん中ぐらいに配置するのはきついか。ちょっと下げるか。うわ、ブロックあるな。いや、死によるやん、ラウンドフラッシュが強すぎて。ちょっと削りたいだけなんやけど、ここ永遠とラウンドフラッシュ当たる感じ。あ、でも削れたね。あ、強いな。これはどうなん、やれる、やれんやろ多分。おお、やれた。でね、マインブロックのアンチョアンチョウィンドウ、うん、強い、この強い、とりあえず。あれはあそこ当たりたいな。いや、強いね、普通に調教。スパークバレットがもう属性無視で強い気がする。確実に当たっとくか。で、配置もできる SS でね、こう最初に触れた位置、敵の位置に移動ってことで。しよっか、これでもここら辺置いてみようかな。自強化はまあともかくいいんじゃない、使いやすくて非常にいいような気がするけど。うわー、あれでこれ、あ、これいいんじゃない。本当はね、端っこ行くとあんまり良くないんやけど。いや、でもこうなったら調教スパークバレットがすっげー刺さるね。SS はもういいや、取らない。どうしようかな、上。あ、チャチャまでたわんな。上のエビルは別に倒さんでもいいんやけど。あ、これでだいぶ配置になったか。これ超アンチウィンドが生きて。あ、スピード上がりすぎるから配置にならんか。ゲッ、忘れとったセンサー、危な。どうしましょうかね。あんまり入りたくないよね。あー、倒す、そんな強い。うわー、もう倒すのになかったんやけどな今。これやばいよね、だって結構パワー。これ雑魚倒せな、結構やばいね。雑魚っていうか天使。
おお、つえ。ちょっと怒っと、お怒りになっと。回復もしたいけど、あ、でもこれワープにはまりよったら意外とさ、ある程度のとこ止まんじゃねえ。ああ、そうでもないか。ただ痛いだけやった。ああ、そうか。これちょっと回復しながらある程度ね。うわ、これ玉竜ってどこに行くん、これ。まあ、どう出るかわからんな。こうか、こう出るんだ。あ、でも回復できた。玉竜使いたいんやけどな、もう。まあ友情で行こうかな。いや、つえー。配置ができん。これは使えんな。真ん中、あ、まあいいか。山なりってしょうがない、止まったとこで。いや、強いな。ちょっとあの木倒すのはまずいな。木は倒した。オッケー。で、ある程度のとこ止まったし、これでブーストかけていこう。あ、死ぬこれ。5000やろ。あぶねえ。5000も食らわんのか。あ、でもヒットポイントないな。まあしょうがない、もう今さら言ったってしょうがない。で、 4P はすごいいいところね。これでもどうなん。どうなん。まあ友情ででも天使ちゃんは倒せるやろ、間違いなく。耐える。うお、これはちょっと回復しようかな。回復しようか。友情を出しながら回復しよう。あー、強い。全然もう属性も関係ないしね。あと基本的ちゃちゃ強いけな。友情出さないようにして2体出して、おー、強い。なあ、これ全然他のさ SS で配置とかせんでもめちゃくちゃ強いんやけど、これはちょっとやばいね。火のクエストとかいったらすごい強いかも。ハンドフラッシュはね、まあ無属性なんで